特定非営利活動法人原子力資料、情報室は政府や企業から独立した立場から原子力問題を究明、提言する日本の民間シンクタンク。原子力に依存しない社会の実現を目指し、1975年9月に設立。1987年5月には物理学者、各科学者の高木にサブロが代表に就任した。 1999年9月7日には、東京都から特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人として認証を受け、2010年5月には国税庁から認定特定非営利活動法人として認証された。反原発、脱原発の立場から原子力政策について調査、研究、批判的提言を続けており、原子力発電、 石炭火力発電をどちらもひどい環境破壊、健康破壊をもたらすと批判している。公式ウェブサイトは日本語のほか英語版が用意されている。2020年現在、山口幸男西尾清友野秀幸の3人が共同で代表を務めている。1996年4月以降、活動成果を毎年原子力市民年間として公表している。 福島第一原子力発電所事故をきっかけに、内外のメディアから、的確な分析により客観的な情報を発信し続けてきたシンクタンクとして注目された。海外のメディアから、分析や見解を求められることがあり、CNN では、東電の隠蔽的体質を指摘する記事の中で、ジャパンズラージストアンチ、ニュークリアオーガニゼーション、日本で最大の半角団体と紹介している。 また、イギリスのインディペンデント市では、アン・インディペンデント・ワッチドッグ、独立系の監視団体と紹介されている。また記事では、長年にわたり、日本列島の海岸沿いに立地する原子力発電所の脆弱性を警告してきたとの原子力資料情報室の談話が掲載された。設立者の高木は1995年、日本物理学会始に、各施設と非常事態、 地震対策の検証を中心に起港し、地震、津波による原子力災害の発生を想定していた。この中で浜岡原子力発電所、福島第一原子力発電所を含め全国数箇所の原発について指摘し、警鐘を鳴らしていた。ありがとうございます。